どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ本日の動画はですね、 G ラボガズレレでリリースしているエレキウクレレ G ソリッドに関するちょっとあの解説動画になります。G ラボが、お届けしているエレキウクレレは2タイプありまして、はい、こっちが、GJ モデルですね。これちなみにこれサンプルモデルで、ちょっとね、今リリースされている製品版とちょっと違うところがあるんで、この辺のこともちょっとね説明していこうと思うんですけど、今日メインになるのはこっちのタイプじゃなくて、もう一個のこのめちゃくちゃかっちょいいこの GV モデル、こっちの解説をしたいと思うんですよ。はい、こっちはその製品版ということなんですけど、ちょっとサンプル版と違う点がまずね、ちょっとこの見た目で、案内しようと思うんですけど、ポジションマークがこのかっこいいブロック型のね、ちょっとこの豪華なポジションマークに変わって、しかもサンプル版ではね、なかったこのバインディングといってネックの周りのこの白い縁取り、これがかっこよくないですか。これが今回製品版では追加されましたよということでございます。そして、これ、このウクレレって縦に4つウクレレのペグが並んでるじゃないですか。これよーく見てみると、ちょっとここ置きますよ。わかるんですけど、ちょっとこの弦見てください。弦がここ上から巻いてあるでしょ、こっちは1弦は。2弦は上から巻いてある。3弦は下から巻いてある。4弦も下から巻いてある。この辺が結構これ説明をしないと、一回弦取っちゃったらわけわかんなくなりそうだなと思って、そういう意味も含めてね、これ今解説してるんですけど、これ黒だからね、すごいこれが目立つんですよ。だから逆にですね、これはですね、買ってもらったらいっぱい掃除しますよ、普段皆さん。で、これよく見てもらって確認ね。1弦は右巻き。2弦は右巻きです。3弦は左巻き。4弦も左巻き。これを覚えておくと、張り替えの時にいいかもしれません。弦をもし張り替える時にね。はい。そしてこうやって見ていただくと、こんな風になっているんですけど、はい。こうブリッジがあって、これ、ここにピックアップがね、ブリッジの下にこう仕込まれていて、ここの振動を拾います。で、この弦なんですけど、これは、G ソリッドのウクレレの特徴なんですけど、この4弦が太いの分かりますかね ?1 弦、2弦、3弦、4弦って、本来ね、普通のウクレレってこれ見てもらったら分かるけれども、この4弦ってこう細いんですよ。1弦、2弦、3弦、4弦。ね。細いでしょ ?3 弦と比べて。だけど、このね、エレキウクレレ G ソリッドに関しては3弦より4弦の方が太い。これ、ロー G と言うんですけど、そういう仕様になっています。で、見てもらうと、こっち来て。はい。あれ?これ、どんな風にこれ弦張り替えんだろう?どっから弦が出てきてんだろうっていう風に思うと思いますね。これをちょっと今日は解説していこうと思います。はい。で、ちょっとその前に、今ここに2つのノブがあるんですけど、こっちがボリュームです。で、こっちはね、ちょっとトーンキャラクターというか、トーンで言うよりは、ちょっとボリュームでかすぎるかなと、マイルドにしたいなとき、ニュアンスを変えるぐらいのイメージで持っておくと、持っておいていただくといいと思います。この2つの、V のモデルはこの2つがついてます。で、さっき見せたこっちの、GJ モデルなんですけど、このサンプルはね、2つついてるんですけど、実は製品版ではこれね、ワンボリュームに変わってます。ちょっとここに写真を差し込みますけど、けれどもこんな感じで1個のノブしかついてないんでね、製品版の GJ モデルの方は、それをね、ご確認しといてください。で、V の方は2つこれついてますよということです。じゃあ、早速今日の本題なんですけど、これ、後ろひっくり返すとびっくりしますよ。はい、ドーンとひっくり返しました。はい、こんな風になっております。はい、これどういう風になってるかというと、ここ、ビスがついていて、ここね、こう、取れるようになってですね。で、ここに中に電気的な機械とかいろいろなものが入って、配線が入っているってことなんですけど、これなんじゃらほいってことだと思うんですけど、これ。これ開けますよ。オープンってここに書いてある。よいしょ。ドーン。はい。見てください。このね、エレキウクレレ G ソリッドはですね、この GV モデルもさっき見せた GJ モデルも、この電池が必要なんですよ。アクティブタイプといって、これ 9V の乾電池が必要です。このね、電池はね、かなりね、持ちます。なんで、よっぽど変えるのはそんなにはないと思うんですけど、一応、何か音が出なくなったり、なんか変な音がするようになったなと思ったら変えるっていうことでいいと思うんですけど、これどうやって消耗していくかというと、ここに見てください。このコード、これジャックを入れるね、シールド、ケーブルを挿すここにあるんですけど、ここに入れておくと電池がちょっとずつ消耗しちゃうんで、使わないときはこれ、ここ抜いといた方がいいですからね、この G ソリッドの2つのモデルは。そういうことを覚えておいてください。で、ここに要はケーブルを挿すんですよ。かっこいいでしょ。こうやって出るんですよ。今ちょっとケーブル持ってくればよかったけど、はい、ここでアンプリ通すということですね。で、乾電池がついているというふうに、覚えておいてください。で、これは本当に滅多に変えることはないですけれども、かなり持ちます。ということと、で、こっち、
の、GJ モデルに関しても、これはサンプルなんで、この時はね、パッシブだったんですよ、サンプルは。何もないんですけど、製品版はこの写真みたいに、同じように電池ボックスが付いていて、同じように電池を使うシステムになってて、結構リッチな力強いサウンドができる、出るという、アクティブ回路と、アクティブピックアップっていう回路を採用していますということなんで、結構こう、響きがね、こう、太いというかね、しっかりした音が出ますよということです。でもちょっとみんな知らないでしょうけど、今これ、アンプ通してなくてちょっと弾いてみますよ。結構音あるんですよ。聞こえます？家で練習するにはね、これだけでも十分。しかもね、この V モデルかなり弾きやすいです。ぶっちゃけここにこうやって挟むんですよ。こうやってで、もうこの形のウクレレ弾けるなんて最高って感じなんですけどね。ガズメロでもやってるようにこのメロディー弾きをねっていう風に楽しむこともできるし、コード弾きもできるということなんですけど、はい。で、今日一番伝えたいのは弦交換。弦の交換じゃこれどうするかというと、見てください。ここにこっそり穴開いてるの分かります？こっそりこれです。ここが1弦、2弦、3弦、4弦という、ここになんとこういうシステムを裏通しって言います。裏通しでここに弦を刺して、こっから出てきて、ここに弦をまたぐシステムになってるんですよ。で、ちなみに、こっちの、GJ モデルは、普通のウクレレと同じで、ここにこう引っ掛けて、玉を作って、ここに引っ掛ける感じ。同じです。通常なら、こっちはね、大丈夫だと思います。弦の交換の仕方はですね、以前撮ったこのガズレレの、弦交換の仕方、こっちがめっちゃめっちゃ詳しく解説してあるんで、一応これはもう絶対見といてね。で、これを見といていただいた上で、今日は、あえて、切れても何でもないんだけど、一弦を、この G ソリッドウクレレ、交換していこうと思います。はい、もちろん変えるウクレレ弦は、柔らかい弦。さっき一弦だけちょっと引っ張り出してやるとね、これ貼るんですけど、ちなみにね、このロージー弦ね、まだ G ラボでは発売がなかったんですけど、今回この G ソリッドの発売を記念してというか、まあ合わせてですね、こんな感じのパッケージで、ロー G が含まれたこのセット弦を販売する、ことになってますんで、これもちょっとチェックしていただければと思います。じゃあ1弦をですね、ちょっと緩めてみましょう。はい。本当はね、これ、ある程度緩めて、ハサミでパチンと切っちゃえばいいと思うんですけど、今日は分かりやすいように、緩めといて、ここで、グルリンパーと剥がし、外しますよ、ペグからね。ペグから外しました。はい。そしたら、これどうなるかというと、ここ、ちょっと見てください。こういう風になってるわけですね、ファレ。で、これひっくり返しますよ。そうすると、ここさっき見た穴があるじゃないですか。ちょっと見てください。ほら、こういう風になってるんですよ。すごく可愛くないですか？ここでこう、カッとこう止まるようになってるんですね。で、最初ね、これ、ちょっとしばらく弦を張りっぱなしにしてると、すごいこっちに張力がかかってるから、最初こっちに出てこない風に思うかもしれないけど、ちょっと何回かこうやってね、こそこそやってると、パキッとこう、パキッというかこう、引っかかりがちょっと取れてこう、取れるようになるんです。こうやって、弦って、引っかかってるんですね。で、これ取りますと。はい。そして、まあ今やったことを繰り返すだけですけど、ここに新しい弦があるんで、これでもやりましょう。そしたら、通常通り、このね、やり方は、ガズの弦の交換動画、今、サムネが映ってる動画を見てもらいたいんですけど、2つ玉結びをしましたと。こんな感じでキュッキュッキュッとこう結んでいって、はい、こんな感じで二つにキュッとこうね、団子ができたんで、ここをちょっと切って、ハサミで直近だと切って、はい。ここにまた引っ掛けるわけですけれども、はい。だからこっちと反対をね、ここにこう入れるわけですよ。入れるわけ。そうするとどうなるか？出てきたかな？出てきた！ほら！これ裏通しっていう弦の交換方法ですね。キューッとやるって、引っ張ると、ほら、こっちは何も出なくなって、ほら、もうクックってロックされてるわけですね。で、ここを、こっちに持ってきて、ここに巻いていくわけです。まあ、この巻き方とかは、さっきの弦交換の動画を見てもらいたいんで、まあ、ちょっとささっとやりますけど、今度だから、こっちに巻きたいわけだから、こっちに踏んでいくから、こういう風に、こっちに巻いて、踏ませてですよ。踏ませて、こう巻いていくわけですね。こう巻いていく。これを踏ませて、こう巻いていく。そして、チューニングをしていくという流れになります。はい。こんな感じですね。はい。これで、はい、弦の張り替え完了です。わかりました？弦はこんな風に張り替えると。はい。これが下まで通っているんですね、これ。だから、逆にこれが
4弦ですよ。3弦、2弦、1弦ですからね。なんかこっちから見るのとこっちから見るのとなんか違う感じがするけど、こっちが1弦ですからね。これがあの裏同士の弦の交換方法になります。なんで、この GV モデルに関しては弦の交換が、普通のね、この G ラボウクレレたちとか、もう一個のエレキウクレレ、これとはちょっと異なりますというご案内に、まあ今日はなるわけでございますけれどもですね。はい、これなかなかあの画期的にかっこいいウクレレじゃない？もうね、僕、このね、GV モデルはかなりこだわってます。もじゃくんもよくこれをですね、作り出した。生み出した。かっこいいでしょ。これも、ぜひよろしくお願いします。ということで、弦交換困ったらまたここにちょっとね、戻ってきてくれればいいと思います。で、さっきから言ってるように、この2つの、G ソリッドたちの弦が発売に、なっておりますんで、こっちもよろしくお願いします。でちなみに、このね、ロージーの弦なんですけど、普通のアコースティックウクレレ、皆さんがお持ちの普通のウクレレで、ロージーの加工しているウクレレであれば、貼ることができますんで、エレキウクレレ専用弦ではないです。フロロカーボン弦といって柔らかい、このウクレレ弦と一緒の素材を使ってますので、皆さんお持ちの普通のアコースティックウクレレにも、ロージーバージョンの加工がしてあれば、ちょっとややこしいんですけど、ご使用いただけてすごく柔らかくていい音なんでね、ロージー貼ってる方を、ぜひおすすめなんですけど、ロージーっていうのはね、普通のウクレレのね、とはね、ちょっと違くて、ここが要は、普通のウクレレって細いじゃないですか、4弦が。だから、こことここよくと加工して、太い弦がはまるように加工してやんなきゃいけないですね。なんでそこがちょっと必要っていうことなんで、まあまあこの辺のことについてはまた G ラボでもね、ロー G をちょっとこの今後、いろんなウクレレで対応しようかなという話も出てるんで、またお楽しみにしてください。そんなわけで今日は G ソリッドの GV モデルの弦の張り方などなど、電池交換とか、いろいろこう、仕様についての説明となりました。よろしくお願いします。楽しく音楽していきましょう。いろんなウクレレがあって楽しいですね、本当に。さようなら、バイバイ。よろしくお願いします。